抱きしめられて言えずにいた言葉は春のサンシャイン今もまだこの胸に。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうテレビの時間が参りました。本日2月20日水曜日19時を回ったところでございます。本日は淡路スタジオからお届けしてまいりたいと思います。さて本日のお客様、ネオホロンの代表をされております山本恵子様においでいただきました。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、イエーイイエーイありがとう今日はギャラリーがたくさんいましたね。はい、ありがとうございます。で、山本さんは、はい、2回目のご出演ということで、はい、前回、ね、前回ご出演した時よりもさらに進化して、ありがとうございます、ね、進化しています。で、ネオホロンというね、はい、まあ、これは団体になるんですか。ネオホロンっていうのは、ネオっていうのはギリシャ語で、うん、はい、新しいとか復活っていう意味がありまして、うんうん、ホロンってホロスコープとかのホロン、はいはいはい、全体を意味していて、ね、ホロ、ウの、ウンが、オンが、子って意味なので、うん、私自身が一人ちっちゃいんですけれども、はい、皆さんとつながることで全体的にっていう意味も含めて、なるほど、つながりを大事にしたいっていう名前でつけました。なるほど、こう世界中につながりを広がっていくような、そのイメージですかね。さようでございますなるほど、なるほど。ちなみに、はい、山本さんのお仕事を改めてね、ご紹介いただきたいんですけども、はい、まあ、代表的なところから言いましょうか。はい、うん、お願いします。代表的なところ、うん、まあ、全てそうなんですけれども、私は人を笑顔にする仕事です、はい、うん、元気にする仕事。素敵ですね。そうですね、元気があれば何でもできる。そう、ダーそんな感じです。はい、はい、私が小さい時から、うん、育った環境の中で、うん、やっぱり笑顔でいることがすごく大事だったことと、はい、うんうんうん、前にも言ったんですけど、愛と感謝の一期一会、やっぱりそこに尽きるので、うんうん、やっぱり、起業したい人とか、うんうん、それから元気が出なくて一歩踏み出せない方でも、うん、いろんな方がいらっしゃるんですけど、はいはい、会うと元気になるっておっしゃってくださるので、うんうん、それは何でですかね、うん、会うと元気になるっていうのは。で、猪木さんに会うとなんで元気になる、うん、あ、私は猪木さんに会うと元気になるのはやっぱり猪木さんの生き様ですよね、うん、要するに苦しい状況になっても、うん、それに負けないで勝ってきたというかな、うん、乗り越えてきた人生を見ているので、うん、そこにやっぱり勇気をもらってきましたね。 あ、うん、ありがとうございます。諦めなければこう、うん、なんか乗り越えられるみたいなね、うんうん、そうですよね、そんな感じみたいで、うん、私が人生で 5度ほど死にそうになってるんですけど、それでも死んでいない、あと1時間遅かったら死んでたのに生きている、うん、そこの中で経験したこととか、うん、体験したことで出会う方々に何か、うん、パワーをあげられるようなので、うんうん、それで会うとなんか元気になる、ね、パワースポットに言われて。あ、本当です。はい、でもやっぱり乗り越えてきたっていうのは諦めないから乗り越えられたっていうね。そうですね、そうそうそう、だからそういうことだと思いますよね。うん、ちなみに具体的にどういうことをされてるんですか今は。そうですね、うん、今そうですね、ですね、何から言いましょうか、うん、今までカウンセリングをしてきてグループとかいろんな方をしてきたんですけれども、はい、その方々がワンランク上に上がって、はい、まあ、副業から起業されたいっておっしゃる方々が増えてらしたので、うん、その方々に、うん、実際に会社を作るとしたら、はいはい、まずお金がかかってくるし、いろんな部分で世の中的にかかってくるものとかのアドバイスをしたり、うん、なるほど、はいはい、それからあとは企業様始めた時に、うん、まあ、社長って孤独なので孤独です、孤独です、孤独です、誰かいますか、孤独です。そうなんですか、孤独なんですか。そんな感じですね。いや、はい、でもそういう方々に何かしらのエネルギーを出してあげられたりとか、うん、まあ、それから、まあ、普通のお仕事で考えたときに起業するまでの準備ってございますので、はいはい、そのあたりで助成金や補助金の提案をさせていただいたりとか、うんうんうん、そういった形でいかにお仕事するにあたっていい状態でできるかっていうところのお手伝いをしているのが一つありますね、はいはい、要するに起業のご支援ですね。そうですね、うんうんうん、はい、それも一つありますし、うん、あともう一つは女性の今プロジェクトをやったりとかしてるんですけれども、その中で
これから人生100年時代になるので、うん、そうですね、その中で年金もわからない、うん、で自分自身も今まで主婦だったけれども一歩出てみようかなとか、うん、ご主人に対して変わりたいなって、うん、そういったところの中で自分が何ができるんだろうっていうところで憧れの自分になるというところのご提案をしています。要するに、あ、でも あのあれですよね、そういう意味ではその対象の方がこう、はい、内面に持っているものをまず表に出してもらわないと提案できないですもんね。そうですね、そうですよね。だから聞き出す力っていうのが非常に重要というか、はい、うん、ですね、カウンセリング的な、そうですね、ある種コーチング的な感じですね。そうですね、うん、なのでこうそのあたりをお話をすごくしてきますので、うん、最初の1ヶ月は本当に密にその方と連絡を取り合って、まあ、心の中のデトックスをして、そこからまあいろいろとやりたい方向を見つけていく感じですね。うんうん、ですね。心の中のデトックス、うん。はい、そうですね。それは対話でしかできないんですよね。そうですね。ご自分の中でこれだって思っていても、うん、自分の中でしか分かってないことって結構あるので、うんうんうん、他人の力を借りることで、うんうんうん、あれっていうものが出てきたりしますよね。要するに自分の中で分かっていても言葉にできていないことがたくさんあるんですよね。もちろんです。で聞いてくれるから言葉になる、うん、はい、でそこで気がつく、はい、そうですね、素晴らしい、うん、ありがとうございます。はい、ね、ちなみにこういう仕事を始めた、はい、まあ、改めてですけど、はい、きっかけって何だったんですか。やはりあの人が好きだっていうところと、うん、それからそうですね、人が好きなことと何かの役に立ちたいって思ってるのがものすごく強くて、そこからだと思いますね。あのね、山本さんと話をしているとこう、ね、あの元気をもらうっていう話があったじゃないですか。はい、あのこう惹かれていくんですよ。わあ、嬉しい。あの要するにあの、なんだろう、磁石のプラスとマイナスように、どん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 距離感が縮まっていくような感じがします。 ありがとうございます。よく初めて会ったとは思えないと言われます。そうなんかそんな感じますね。あ、嬉しいです、うん、まあ、だからこそいろんなことをね、話が聞けたりとか、はい、あの本音でもしかしたら話をしてくれるのに時間がそんなにかからないんじゃないですか。そうですね、うん、皆さん、はい、うんうん、そうですね、もう私ももうやられちゃってます。いやいや、ありがとう。何を言ってるんですか、何を言ってるんですか。じゃあもうダーと気合を入れて、はい、そうそう、はい、ちなみにあのこのいわゆる山本さんのこの仕事をされてる中で、はい、これ学べたななんてことは何かありますか。そうですね、うん、やはり一人で考えている時だと自信がなくなって、うんうん、もう自分の世界が終わってしまうんじゃないかっていうような方が、はい、私と出会うことで気づいて、そしてあの生きててよかったって言ってくださった時、本当にそこからもう自分で今自分のやりたいことが見つかって前を向いてるのを見た時によかったなって思います。いやもう本当に その瞬間が、まあ、自分の存在価値というかを自分で気づく時だし、あと役に立ったっていうのはすごく、ね、その生きてる証ですよね。そうです ね、お役に立つっていうのはね。そうですね、お役に立つ、うん、でもそれで私が一番、その方を通して私が一番学ばせていただいてる気がします。なるほど、はい、なんか分かる気がします、はい、ね、なんかお役に立てると、うん、そこからまた気がついたりとか、ね、学べたりとかしますよ ね、 そうですね、うん、むしろ自分の方がエネルギーもらってるんじゃないかって、そんな気がします。ね、はい、そうですよね、はい、ありがとうございます。いえいえ、はい、ということで感謝の気持ちをお伝えするコーナーなんですけど、はい、あのお話ししたいことはなんかいっぱいあるからお泊まりぐらいになっちゃうかもしれない。あ、本当ですか。あ、ご用意していただいてるんですね。でも本当に感謝は前にも言ったんですけど、うん、産んでくれた母ですよね。あ、はい、それと今私いろんな人と会いたいってずっと思っていて、うんうん、思考は現実化するってよく言うじゃないですか、はいはい、ずっとブラピに会いたい、うん、ブラピに会いたいって言ったりとか、何々が会いたいとかって思っていたら、そう遠くないうちに会えるかもしれないって感じ。会いますよ、やっぱり。会います、会います。なんかね、そんなあのいろんな人と出会ってきてるので、あ、これはやっぱりっていうのがあって、うん、今回もやっぱりいろんな意味で、うん、新しくこう何か作り上げたいって言った時に、うん、昨年の秋にいろんな方と出会いがあって、うん、もう本当に今携わっていることが楽しくて、うんうん、それもできているので。あ、楽しいですね。はい、でもあの思考は現実化するっていうのはこれはもう理屈でその、うん、まあ、実現するっていうことは言われてるんですけど、あの、プランドハプンスタンスセオリーってご存知です、はい、うん、あの計画された偶然ですね、はい、そう、偶然を計画するっていうね、そう、こ
これね、言葉にするから周りが反応する、うん、そうで、言葉にするから周りが そこに近づけるように紹介してくれたりとか、うん、整えてくれるんですよね。そうですよね、うん、だから言葉にしていかないといけないかな。そう言葉、初めに言葉ありきですね。ありきです。もうありきで、思考は現実化、ね、まさに言葉にすることが引き寄せです。ですよね。引き寄せます。うん、なんか引き寄せっていうと怪しく思われますけども普通に自分で考えた言葉を出していくことで、はい、一番最初に聞いたのは自分ですから、そこでイメージができて行動になるから引き寄せるっていうことですね。おっしゃる通りですね。行動になって、そして周りの人にそれが届くの で、周りが手伝ってくれるとか ね、うん、コーディネートしてくれるとか、ね、ですよ ね。今なのでそういったところで女性のママの起業のことだったりとか、うんうん、はい、そういうことも今始まってるので、うんうんうん、また新しい出会いがワクワクなので、ワクワク、はい、楽しみだ、はい、はい、ということでそろそろ時間でございます、はい、大事にしたいことをですね、最後いただいて終わりにしたいと思いますけど、はい、もう大事にしたいことたくさんいただいてるんですけどね、はい、改めてね、はい、大事にしたいことをお伝えするならば、はい、改めて、うん、愛と感謝の一期一会でございます、はい、本当にもう出会えたことがこれ以外ないですね、うん、愛と感謝の一期一会、うん、はい、愛と感謝の一期一会、はい、もう循環でございます、ね、まあ素晴らしい。もうなんかここはなんか文字としても残しておきたいぐらいですね。ありがとうございます、ね、あのあたりに、ね、嬉しい愛と感謝の一期一会、嬉しいです。でもその通りだと思います、はい、ありがとうございます。愛と感謝の一期一会、ね、はい、感謝なくして、ことはならずと、そうですね、うん、と思いますね、はい、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ改めて、ね、ご紹介をさせていただきたいと思います。ネオホロンの代表をされております山本恵子様においでいただきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。